はい、2017年の11月30日、今日の報告です。昨日、おとといと2日、足の関節が痛くなって、この3ヶ月歩き回った疲れが出たのか、急になんか薬との関係あるのかな、栄養ドリンクの飲みすぎかな、なんて。わからない。いきなり関節が痛くなって、今もちょっと痛いですか。で、2日、家で休んでましたね。まあ、そしたら、まあ大体治って、まあ、あとは、まあ、いつもの疲れが残ってるんですけどね。肌の疲れが残ってるんですけど、まあ、それで2日休ませていただき、まあ、春間富士は引退されるということです。まあ、それで、今日、メガネを、池袋のビッグカメラで4200円。一番安いんですけどね。まあ、ここ3回連続あそこで買っているという。まあ、1年に1回、もう安いメガネ、なんかすぐ壊れるとかですね。安い目がね、1年に1回ぐらい買えようかなと思ったら2年持ったんですけど、まあまた銀縁の買おうかなと思ったらサイズが合わなくて、黒縁ちょっと枠が小さいの買いましたね。まあ最初から、まあ、最近僕は買い物するの安いのをちょっと頻繁に買えるって、まあ、高いのはピンキリありますけどね、10万とか服でもそうですけど、まあそれはちょっとね、まあ、人間は捨てませんけども、物はちょっと新しいのに変えようと思って、まあ、視力は変わってなかった、ちょっと悪くなって乱視が良くなってて。